はい、こんにちは。大竹誠です。今日は10月の27日金曜日、今日のパートナーは？<laughs> <laughs> <laughs> 何それ。今のが挨拶と思っていいですか？ごめんごめん。黒ゆずきです。はい。もう本当に笑わせるの上手いな君焦ったよ。私の横には、文化放送アナウンサー鈴木純子です。はい。え、まあこうなると結局青木さんもやることになるよね。下放とかね。やめてください。やめてください。僕はそんな笑いの才能がないので、すいません笑わせられなくてすいません青木さんもです。はいはいもう全然気にしないでください。 もうね笑いってこういうもんなんですね。こういうもんですね。緊張とやっぱり視感のこうなんていうのフレが大きいほどなじゃ脳ドの奥のところに米粒がついてさ。なんて米粒がついてる。あさっきお稲荷さんあはいはいはい。お稲荷ね差し入れてくれて。はい美味しいお稲荷さん差し入れいただきました。美味しいお稲荷さんの後になんかシュークリームを送ったね。なんで？青木さんの お誕生日です。す <laughs> 昨日。<laughs> はいはい。昨日。わあそうですか。いや <laughs> うん。 以前大竹さんがこの番組でね、こうおっしゃられてたその誕生日って特にテレビとかラジオ業界ってねテレビなんかだと花束くれたりとかねするじゃないですか。お大内さんあげたよ。お大内さんは違うでしょあれは。なんかもうこうみんなにハッピーバースデーとか言われるとなんか恥ずかしいです。そうなんだよね。うんそうだから俺もずっとそうだけどでもね。

恥ずかしさがちょっとだけね、こう還元されるんだけどね。いや恥ずかしかった。一人はねちょっと恥ずかしいよね。誕生日祝われるのって、まあ公の場ではあんまりないですか。いやだから、その僕はね元々そのこう物書くのが仕事で、その場ではそんな誕生日祝われるたことはないんですけど、だからテレビの仕事とかラジオの仕事をしている時とかに。 言われるくらいあとは僕一人同居人がいるので同居人からはまあまあそれなりにおめでとうというふうてますけどねだから昨日一昨日と僕はだからちょっと2人で温泉行ってきたんですけどねあらっていうことじゃないんですけど草津に行ってきましたい。 本本場の温泉じゃないですかね。草津今でも賑やかですか。賑やかでしたね。草津本当にあのまあ平日なのにあの草津ねあの行った方ご存知だと思いますけど、街中にこう温泉街がねあって湯畑があって湯もみ湯もみしました。湯もみはね湯もみされている。 超高気圧に泊まってきましたよ。あ、そうですか。で、結構混んでいて、外国の方もね、たくさんいらっしゃって。はいはい、あの、なんか、草津はかなりやっぱり盛況でしたね。あ、そう。よく覚えてないけど、湯もみだったのかな、その別の場所だったのかな。赤信号の阿部突き落としたことあるんだ、俺。あの、まさか湯畑の中で。いや、どこだか忘れたけど、どっかあの辺で。いや、た、ど、詳しく覚えてないんだね。あの、お決まりの疑惑ですか。おの、決まりの疑 そうそ室井はでも誕生日言われるのそんななんか結構ハッピーにありがととううみたいなこ言よねそれどころかあれだもん息子とかの誕生日は靴の中に「あそこを見ろ」とかって書いてて5箇所ぐらい開けてみると最後プレゼントかしとくぐらいそうだよ楽しい。 楽しい、うん、楽しいかな俺母親にそんなことされたら本当ムカつく, <laughs> つくような気がするけどねうううざいいっっっててて <laughs> 大人にになってもそういうふうにやるってことですよねでもあれだねなんか,か俺なんかも恥ずかしいタイプでどうすんだろうみたいな思うけど、まあ、外国のなんかちょっとたまにテレビで見てるとまあなんかどんなプレゼントでももらった子は本当にハッピーそうにしてる絵をよく見るじゃん。 まあそれお国柄なんだろうけどもそういうのはそんなにんかこう見てて悪いことでもないなって俺はともかく思ったりするけどどうそこは。子供の頃僕も嬉しかったですよだから高校生ぐらいになってくるとだん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 ねひねってくるからあれですけどでもやっぱり小中学校ぐらいの時って。 あのまあ僕は本当ごく普通の家でしたけれど、あの夕ご飯、その僕の一番好物のものを作ってくれたりとか、あとまあちょっとしたプレゼントもらったりとか、それはあの頃はなんか純粋に誕生日ってなんか楽しいなっていう思いではありますよ。そんなことないですか大竹さん。これはね、なんだろうな、あんまり記憶がないな。なくなっちゃってんのかな記憶。 まあ家族で祝ってもらったり子供の時はうちに人を呼んだりはしてたような気がするねオレンジジュースで乾杯ぐらいのことはやってたなて小学校までだねでもね確か、うん、そうそうそう小学校ぐらいの時はだから本当に多分僕も喜んであのたの楽しい日っていう1年に1回楽しい日っていう思いではありましたよね室井は ぐらいは子供の頃はは青森ではちちゃったなんだオレンジジュースがミリンダだったの覚えてる、うんうん、お米屋さんから取ったミリンダだっけお米屋さんのやつってそうだったそうだったっ、うん、なんかそういうところだけすっごく覚えてる、うん、まあまああの 大人は瓶のビールで子供は瓶のジュースでチラシ寿司かなんかが出てきてそうそうそんな感じだったなんかケーキもあるけどチラシ寿司だったあと唐揚げとで僕らの時代はケーキって言っても今みたいにあの美味しい生クリームじゃなくてバタークリームみたいなねなんかケーキだったよねバタークリームのだけど今生クリームばっかりになっちゃったからバタークリームの無償に食べたくなる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 いやもう本当 とバタークリームど,どこで売ってるんだろうとかね思うよね探すもんねんみんな生クリームで俺たちのか日持ちのするバタークリーム過ぎて4日か5日過ぎてもまだ食えるみたいなそうそうそう,そう、うん、怪しい色のね怪し,色怪しい色のでもねそれがでも不思議だねまあそれが郷愁になってる今でもバタークリーム探すっていう だって大竹さんラーメンどういうのが好きって言ったら結構あれでしょ昔ながらのほうがそうそうそラーメンうそ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 うのうそ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 ううそうそううそ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 いそうそううそうそそうそうそう 味もそうだけどね僕ねこれ本当個人的な話で申し訳ないんですけど今回草津に行ったじゃないですかで妻と行ったんですけど妻と僕同い年なんですよ。で車の中で最近サブスクで音楽聴けるじゃないですか。たまたまその妻がんかこうね80年代洋楽ベストなんとかみたいなやつを見つけたらしくてそれをかけながら車で3時間くらいかけて草津まで行ったんだけど恐ろしいですね。 要するに妻も知っているし僕も知っている、うん、だから10代20代に聴いた音楽って、うん、やっぱりね何、うん、すかねなんかもう30年ぶりぐらいに聴いても結構歌えたりとか、うんそ,うはい、えそれ世代的に何中森明菜とかそんなぐらい邦楽だったら中森明菜とか松田聖子とか,とか,子とかもうちょっと前佐野元春さんとかあ,<ー>まあ,あれくらいの世代ですよね。で あれですよあの洋楽だとまあまあいろいろありましたデュランデュランとかマイケルジャクソンとかマドンナとかあるくらいの世代ですよで僕は今ほとんど年取るとそういうことかなと思うんですけど今ほとんど僕こう若い人たちっていうかねの音楽についていけてないじゃないですか同じですしょ何が何やら全くわかんないでしょまあただあの時代ってあの今と違ってこうね 本当で個人個人人がいいろろ自分の,その本当に趣味にこう浸れる世界じゃなくてある種ヒットしたらもう全員が共有するみたいなところがあったせいもあると思うんですけれど、まあ、でもねびっくりするくらい僕と妻、うん、僕の妻は神奈川で、うん、僕は長野なんですけど。だから、うん 当時は全くこう別のところに暮らしたのに、音楽はね、本当ね。ああ、この曲、私どこで聞いた、ここで聞いた、これ歌えるよねみたいな、ばっかりずっと流れて。なんかね、やっぱり、鈴木さんちもそうなんじゃないの?。ね、旦那さんとなんか、年近、近いもんね。はい、同い年なんで。共通音楽。共通音楽ですね、やっぱり、佐野元春さんもそうですし。青木さんとほぼ同じような、松田聖子さん、中森明菜さん、いや、だから。 食い物だからああいう感受性に訴えかけるものって、うん、やっぱり10代20代くらいの前半ぐらいのものっていうのは、うん、ある種なんかこう一生忘れないみたいなところが、うん、うちはだけど留学してたから全然聞いてたのが違う,、うん、あうあ子供がね。旦那、うんうん ほんで私は新しい曲を歌うスナックに練習しに行ってママに「まだ同じの」って失敗しながら練習するからまた同じの書けるのかいって言われたりまあ世代も違うし環境が違うとそうなんで子供がいると子供が聴いてる歌とかをちょっと自分で歌ってみようかなとかまああるよねそ別には 音楽のない家庭で育ったからね、俺は。うん、でも、あれでしょそれでもやっぱり外で、大竹さん高校生ぐらいの時、うん、中学校ぐらいの時は聞いたい、はい。まあ、でも、うちには音楽がないんだよ。家庭的に。なんですか。親父が歌う歌うと、犬が吠えるぐらいの。<laughs> <laughs> うるさいって言うなそのくらいの家系でねえどうですかそうじゃお父さんがあまり歌が上手お父さんもオンチだしうちになんかなんか歌なんか雰囲気あんまりなかったねそうなんだよオンチってねそうなの遺伝するから私だって母親すげーオンチだからやっぱり母親の子守歌で育ったからだけど私はだから息子に絶対子守歌っていうのは歌わなかった誰歌かった だからそういうところで育つとやっぱり音のないうちに育つんだよやっぱりそういうのが。<laughs> そのまあ あの2週にあたって指摘して申し訳ないですけれども、うん、その大竹さんがレコード出されてると <laughs> はいそうね <laughs> だから言ったりしょそれには自分の力ではどうにも止められないことが世の中には何個かあるとね今度の浜祭りもあきさんあ,<ー>あなたの力ではちょっと止められないようなことが、ね、<laughs> 何あるの全然私のことはない,いやいやまあまだあの皆さんにはお話してないと思いますけど <laughs> いろいろスタッフの方で一生懸命いろんなことを考えているみたいです。その一つに <laughs>、うん これはどうですかこれマグカップです、ね、マグカップでいいあのーうん、はいあのー、マグカップをこうコート着てるオタクはいそうなんですよコート着てる私なんでかっこいいんですよ、うん、かっこいいんですけどね、うん、これね中にねお湯をね注ぐとね 今注いでます。お湯を注ぐとね、これ、お湯、青っぽい子だこなんかコートがなくなってきますね。バカバカしもう青木さんは刺しがついたよね。青いのつけるとね、これもうやばい。裸になるの？まあほとんど、まあ、まあでもほとんど裸裸だよ。ほとんど裸あらでもない姿の私が浮かび上がってくると。 出てましたこれが完成形ですけど、はいはい、お湯を飲むとだからコーヒーとか熱いものを飲むと、ええ、こんなになってしまうっていうねまあこれを浜は祭りで売って収益をどっかに寄付しようかな、はい、みたいなことを考えたね、うん、売るときはコート着てるから大丈夫、うんうん、そうなんですよ。それだからまあ 知らない人には明かさないで売ってもいいかもしれない。そうだね。<laughs> そうしよう、そうしよう。<laughs> まあラジオ聞いてる人は<だ>もうは、はい、俺が裸になっちゃうのはわかるけどもく、うん、くだらない、くだらない。まあまあほんのちょっとプってしていただけたら嬉しいなぐらいですけどもね。<ー>はい。えー。 あのフンドシちょっとこれさ、だけど裸に靴, <laughs> 靴履いてるって超おかしい。これはのあのあのイギリスのあですね、えー。なんかちょっとポルノっぽいやつはみんなあの裸だけど靴履いてますからね。<laughs> これまあちょっとギリギリですよね。 昔だってこういう昔今もそうなのか知らないけどこうはこういうおじさん反対変態おじさんいたじゃないいますねコートコート着ててグロ着ててえ近づいていくと僕見見てるとあとなんか海外の土産で裸になるやつ持ってボールペン俺あれ好きだった私も好きだったあれ好きだったこれこれこのだから要するに熱に反応してイラストが変わるわけじゃないですかこれ結構原価高いじゃないですか。 えと、ね、ずいぶんね、はい、一生懸命、まあ、でもあんまり、まあ、安いノ,ブレノベルティ作ろとうとはできるんだけど、うん、あんまり安くて稼いで利前屋稼ぐみたいなのかっこ悪いなっていうのもちょっとあって、うん、これはスタッフが相談したんですけど、うん、これでどうでしょう、えー、とスタッフの掲示した値段は2000円という値段なんですけど。うん、<の>だってこのくらいのカップの大きさ普通でも2000くらいじゃない

はい、これ面白いですね、なかなかまあね、あの人によってはふざけんなって人もね、まあいると思いますけど、な。金玉ちょっと出てんだよ。で、ちょっと待って。みんな、ちょっと出てる。大木さんがじっ実り見てる。金玉かどうかはわからないけど、なんか丸いも。なんか丸いも。丸いのちょっと出てますね。なんかね。はい。だって、そもそもこの。あるじゃないですか、ふんどしに。まあ、番組のノベルティだから、しょうがないけど、ふんどし。 にゴールデンって書いてあって、そ、うんはい、のわけから本当だゴールデン書いて、それ <laughs> その脇からお楽しみいただけましたでしょうか。<laughs> はいえー、あの、えー、お買い求めいただければこうじっくりご覧いただけますのでね。<laughs> <laughs> じっくり別にじっくりじゃなくてもいいけども <laughs>、えー、売るんだよねこれね二千、はい、円ですかはい二千で販売いたします。はいえー、料金はいろいろまあだから一個からの利幅は少ないか。 でも少なくても買っていただいて経費を差し引いて残りはねいろんなふうにしていろんなことにするとこれイラストは誰が描いたんですかイラストはねプロの人が描いたんですかそうあのこれね俺のねちょっとした昔に元写真があったのよ俺のこれに似たようなこういポーズを撮ったそれからこの 書き物の人がいろいろ加工しながらやったっていうことなのねでふんどしにゴールデンって書いて下に小さく丸いものがちらりと見えてるっていうねだからもう本当にあれですよねこれこの会社とかに持っていって使おうと思ってこれがまずいと思った人はこれは温かいものは飲めないってことですねそうですねつもらとか冷たいものの冷たいもの冷たいものを飲んでるうちは大丈夫なんだろうねあったかいのを飲むと6 0度ぐらいかね 七十六十度か七十度ぐらいのもの入れるとこうなこうなっちゃうってことかねゴールデンとなるほどねはいよろしくお願いしますぜひはいもう来週ですからねそうなんだよねまあさっきも言ったけど青木さんにも多少の試練が待ってるんであの史上初めてのか被り物からねはいよろしくお願いしますはい鈴木さんはい。 え今日はまずですき昨日えこの時間にお伝えしました自民党の世耕参議院幹事長がえ岸田総理に対し25日の代表質問で痛烈な批判の演説を行ったとお伝えしましたが実は、昨日う26日の朝一番で世耕さんが岸田派幹部に謝罪していたことが分かったということでえフラッシュではえすぐさま謝罪で情けないと批判殺到とありました。 世耕さんのことを腰抜け眼鏡というふうに書いています、<laughs> うんえー、総理の度量の小ささに苦言もとあります、うん、えっ、ー、と、これさ、俺、はい、昨日の確かニュースで世耕さんがま,、ね、まあね、与党内で、はい、それで、まあ、あの安倍派の世耕さんが、こうやっぱ党内でな結構厳しいことを言ったりして、あのそうなんだと。 まあ保守とかそういうこと別にして、まあ、結構総理に苦言をね、うん、呈するみたいなこともあるんだと思ってたらまああれはもう今日苦言じゃなくて助言だっていう話になって、うん、一瞬のうちに謝ったとまあこれはちょっとびっくりしたなこういうことなのかちょっと教えてください、うん、もうちょっと。はい、はい、あの、うん 25日の日に世耕さんは総理の決断と言葉は弱さを感じる、うん、支持率が向上しない最大の原因は国民が期待するリーダーとしての姿が示せていないなどというふうに痛烈な批判の演説を行ったんですけれども、えー、予想外に総理の怒りはすごかったと、はい、えこの記事は書いていまして。うん え世耕氏は朝一番で岸田派幹部に謝罪ということですす <laughs> 朝,<一>朝一番ですえそしてえ代表質問を苦言ではなくて助言だとえ安倍派のえ塩谷座長はえこんなふうに指摘してえ総理の発,発信力を巡り記者団にストレートに言葉を言っていない我々にわからないことは国民に向けては伝わらないと訴えてえ塩谷さんは世耕氏に同調したということなんですけれども。 なるほど朝一番で謝罪をしておりました、はいえー、政権ではね口の悪い連中が増税メガネに腰抜けメガネ、うん、いメガネ全体がとんでもないことになってますけど、はい、も,うもうちょっとまともなメガネをかけてる人はいないのかなとか腰抜けメガネって面白いね、うん、叱られメガネっていうよねあ,叱られあの、この記事はですね、うんはい、メガネ同士の諌かいは国民のメガネにはかなわなかったようだと結んでおります <laughs> これ、これしかし、あれですよね。僕、あんまり、この。 ネットの SNS のこうコメントをなんかこうねこう記事がこう拾ってなんか紹介するってうのあんまりこうねあのいいことじゃないと思ってるんですけどただうまいこと書きますね、あ,ある SNS のコメントでねこれフラッシュが紹介してるんだけど世耕さんが小物界の大物と言われるよう言<笑>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 だって書かれてたすごい,ういなって思うけどただねです。 僕は政治記者じゃないんで、うん、あの推測なんですけどねこれ多分いろ、うんうん、んな思惑成功さんあったと思うんですよね、まあ、支持率が低いというのもあるんですけれど、はいうん、要するに安倍、まあ、成功さんというのはもちろんその安倍さん、うん、安倍派で、うん、まあ安倍派のまあ今、まあ、一応幹部の一人になっていて、はい、まあ安倍新法者じゃないですか、はい、で岸田政権っていうのはどうもその安倍さんをこうことさら熱心に支持をしていた、まあ、保守派っていうかまあ僕に言わせるは右派、うん からは実はあんまり評判がよろしくなくて、うん、まあだからこう安倍審判みたいな人たちが。こう岸田批判をしてるんですよね。だからそういう人たちに向けても。こうある種メッセージを込めて、岸田批判をしたってところもあったんです。うん、じゃないかなと推測するんですけれど。いいところが、あっという間に謝罪するっていうのは、本当小物界の大物だなっていう感じはしますよね。てか、見ててみっともいい、うん、みっとも悪い感じはしちゃうよね。自分のところのリーダーにさ。うん まあ分かんないけど、あのこのなんかそういう施政方針演説の時の話、うんうん、もう規則満面であの議場を後にするような写真が載ってて、載っててねまあ、でも、俺はまあ、ある意味党内でもこうやっていろんな意見が出てくるっていうのに、ちょっと健全なところもね、それは派閥のこともあるでしょうが。で、まあ これを今の総理のちぐはぐな、ね、バランスのね今年の初めには1月の,あの演説では増税するって言ってたのが、うん、10月には今、減税で、うん、減税の内容もあれだ、この後言うけども全減税の内容ももう逐一総理が支持してるっていう話が出てきてるわけじゃないそういう中でこう党内で波風が立っててもいいのかなって。これはね、うん 大さんおっしゃる通りで日本のシステム僕が言うまでもなく選挙で多数国会で多数派を取った党派が行政府を構成するわけだからリーダーを支えるっていう役目もあるんだけどただ一方で立法府と行政府って考えた場合は相互に牽制し合うとかチェックしなくちゃいけないから例えばいくら与党であっても行政府が立法府を軽んじるとか。 まあ立法府に嘘をつくとか、うん、まあ今回の減、ね、税の話なんかまさにそうなんですけれど、うんうん、立法府でちゃんと説明しないのになんかテレビであちこちで説明したりとかっていうようなことに対しては、うんうん、与党だろうが本来はコメンと指摘するっていうのが、うんうんうん、あるんですり <laughs> え <laughs> ただそれだけ <laughs> あ、そうですか、わ <laughs>、うんはい、かりました、はい、ちょっとこの続きをちょっと教えてください、はい、そうですね、うん、朝日新聞にこんな記事が出ています、減、うん、税の詳細まで指示総理が躍起になっていて、与党の調整、難航の可能性とあります。 えー、岸田総理が定額減税の制度設計を正式に指示一、うんえー、人当たり年4万円差し引くことなど、うん、制度の詳細を示していまして、うんえー、事実上、政府案の承認を求めた形、うんえー、総理主導で頭越しに進む減税措置に与党の一部では不満が膨らんでいますす、うん、今後の調整が難航るる可能性もあとということです。はい 停止自立に合意す首相は政権に染み付いた増税のイメージを取り払おうと躍起です。うん、与党の議論を待たずに減税をアピールしたい考え。うんうん、まああのそもそも。えー こういうい来年6月からとか1人4万円とか税目や金額時期というのは、えー、自民の税制調査会で、えー、決められるものだったのが、えー、首相がこう頭,ごなし頭越しに進んでいるということを記事は指摘しております、うんえー、二階俊博元幹事長は25日の講演で定額減税について目先をちょっと喜ばせるようなことを考えるよりも国の財政はこういう状況だ 協力してくれないかと率直に国民に呼びかける姿勢が大事だと釘を刺しているということです。はい。はい、まあいずれにしてもこの減税はこう給付がねできたとしても来週来年の六月、はい、ねもうこの番組ではまあいつも話してるけど<っ>ねあ今日このガス 煮物使おうかどうしようか迷ってるっていう現場なわけだ現場は、ね。これを来年の6月にっていうのは。うん あずいぶん時間がずれちゃうなっていうのとあともうこの番組ではしてたけど320万円前後と一人世帯で240万円の所得の人は,あはちょっとこう漏れがで出てきちゃうこの減税でねっていう話があって、えー、それに対してはなんかちょっとそれがなんかちょっと間を埋めようとしてるっていう話は新聞に書いてありますん、はい。 全部ががなんか呪い感じがしちゃううあの統一教会のこともさ、うん、旧統一教会のこともさっさと決断してたらさ、うん、すごい結構そので海を出しちゃったら、うん、結構安倍派にとっても打撃だからさそういうふうな党内のさあの反発するとこ抑えられたかもしれないのにさ全てやることなすこと呪くないでもね、うん、そう呪いのもそうなんですけど、うん、これ本当に僕は深刻だと思うんですけどね。はい、その 確かに今こう物価がどんどん上がっていく中でその本当に困っている人たちに対してどうかしなくちゃいけないっていうのはあるんですよ。だから僕ははそれれ否定しないんですけれども、うん ただ、これもやってることがめちゃめちゃでこれね今日金子雅郎さん来るから金子雅郎さんの方がご専門なんでぜひ詳しく話してもらいたいと思いますけれど一つはついこの間までっていうかまだこれ撤回してないからやるんですけれどこれ今後5年間で43兆円防衛費を増やすのののそのその,税あのあのその財源どうするのかって言って所得税を増税するんだっていう風に言っていたわけじゃないですか。それ それはまだ全然これからやらなきちゃいけないわけですよねでも今所得税源です <laughs> <laughs> それからそ,の、ね、それと同時に僕はそんなものよりもこの子育て対策をやるで異次元の子育て対策をやるんだったら僕はそれ賛成の、うん、いいと思うんですけど、うん、そっちは財源すら決まってなくて、うん、これから異次元やるんだったらやっぱり財源どうするのって言ったら、うん、まあ増税っていうのも一つの選択肢に入ってくるかもしれないわけじゃないですか当然そうなってくる、ね、しかもねこれまさに金子さんのご専門ですけれど、うん、今なんでこんなに物価が上がって厳しいかって言えば円安だからそうですね。うんうん なんんんで円安かといいえば要するるににに日日銀欧米が全部金利どど上げげててのインフレなななっ本はられぜ上げられないかっていったら国の借金が1,000兆円超えててその半分を日銀が持っていて上げたら国債の消費が上がっちゃうから要するにもう上げられなくて円安になってどん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 物価高になってるっていう状況の中で本来やっぱり二階さんが言ってるのも一部正しいんだけれど。 本来はその、ね、状況その財政収支バランスを少しでもよくしていこうっていうことをしなくちゃいけない時期に減税する大丈夫なのっていうふうに僕なんか思うんですけどだからもうやってることが死に滅裂でも<当>、うん、これが新しい資本主義だったのかねよくわかん、ね、ないけど, <laughs> い,けど <laughs> いや本当だ僕は死に滅裂だと思いますけどねしかもこれの先にさ、はいえー、まだちょっとあれがあったよね、えー エンゲル係数の問題がちょっと残ってなかった、えーはい、今円安は150円70銭台1年ぶりをつけております<で>そして一方、うんえー、エンゲル係数が過去最高域の29%になったということで総務省の家計調査で分かりました今月10月に発表されたエンゲル係数、うんうん 過去43年間で最も高い29%に達していますエンゲル係数は家計の消費支出に占める食料費の割合ですが、うんはい、これが43年で最も高い水準しかも、うんえー、食料品の値段が高くなり特に高齢者の生活が圧迫されている状況ということですね、うん、過去43年遡るまでこのエンゲル係数が あの、高くなっちゃったと、はい、で、エンゲル係数は今おっしゃった、あ、言ってくれたみたいに。まあ、あの、あの、収入に対する食費の割合、はい、まあ、高いほど厳しいっていう。ね、えー、いう、エンゲル係数が高いほど厳しいっていうことだよね。それが年寄りに、しわが、こう、ずいたくさん寄ってきてるっていう。話が書いてあるんだけど。四世帯に、世帯の、年寄り世帯が貧困。 お年寄りもそうだしそれからねいつもこの番組で話題にするうと人親家庭だったりとか女性1人で子育てしているような家庭なんていうのは収入が少なくてその中で食べなくちゃいけないってことになってくれば当然エンゲル係数はもっと高いってことになるでしょうしまあこれね僕が今さり今でもなおっしゃる通りエンゲル係数っていうのは食費がの占める割合なので。 その食うっていうこと以外に金が使えないっていうことはまあだからある種こう貧しさの象徴みたいなところもあるんでこれが上がってきてるっていうのはだから賃金も上がらない所得も増えないっていう状況の中でこう物を食うっていうのにカツカツになってるっていう状況があるわけですよねだからさっきの減税の話もそうだけど一定程度のこうねそういう人たちに対する支援は必要だけどやっぱり根本問題としては。 所得賃金を増やすだからやっぱりその社会の構造変化をはせてその成長産業みたいなものを見つけ出してっていうようなことをやんなくちゃいけないのでそれを全くやんないでそのある種減税だって言って目先のなんかこう人気取りみたいなことをしてさらにさらに社会がシュリンクしていっちゃうっていうようなことになる,なるんじゃないかな成長産業作るってさ儲けそうな、ね。 そういうのってやっぱりすごくちょっと時間かかるかもしれないけどもう大事だよねやっぱり。うん、そ,れはそうか、うん、やってもっと前からやってこなくちゃいけなかったことだよねそれをまあまあ性感在かやっぱりそのなんていうのそのトライアングルみたいないろんなのがこう今までの既得権益っていうのを守って守って守って今日まで来ちゃって一気にその蓋が開いちゃったっていうのが現実だと思うんだけどね。次です、はい カッパ着用せず作業福島第一原発の排液が漏れた事故で搬送の二人が入院とあります、うんえー、福島第一原発の汚染水を浄化処理するアルプスで配管の洗浄中に排液が飛び散った事故で東電は搬送された男性作業員二人が、えー、入院したと発表しました、えー 仮設ホースが発生したガスによって外れて作業員5人に水が付着したということなんですけれども、うんうん、作業ルールで必要なカッパを防護服の上に着ていなかった、うん、東電はカッパの着用を徹底しホースの固定方法も改めると、うん、東京新聞には出ています。えー、そんな中来月2日から、まあうん 処理水の回3回目の放出ということですね、はい、これは第一原発の汚染水処理設備で起きた作業事故だよね。今やってる そうですねこれはだからいわゆるアルプスという海にそれが正しいかどうか別として海に汚水を捨てるために浄化するそれを浄化したものを処理水ってちまたでは読んでる政府は読んでますけれどもその処理水にするために放射性物質を取り除くためのアルプスの作業中に配管を洗浄していたらその廃液が飛び散って作業員の方々にこれ だからかなりこう放射性物質あるいはこう放射能汚染されたものが体についてしまったのではないかっていうことですよね。はい。えー、っと、えー、被爆線量はベータ線で6.6ミリシーベルト。40代男性は1.6ミリシーベルト、うん。これの頭の中に残っている知識は間違いなければ原発作業員の人は。 まあ年間で20ミリシーベルトまでと一般の人たちは1ミリシーベルトまでっていうふうになんか決まってたらしいけどもこの作業のやっぱずさんさがやっぱりなんか現場も含めてあれだよねここでなんかこう上からかっぱも着ずにやってるみたいなまあもちろん暑いからとかいろんな諸事情はあるにせよねえ。 随分現場が荒れてるっていうか、うん、気緩んでるっていうか、うん、感じはするよねでもこっから先もうずっとそれやっていかなきゃいけないんだから。何十年間やんなくちゃいけないよね。うんうん はい、えー、ここまでですか、他にはもういけませんか、はい、このほか、イスラエルが、はいうん、ガザ以外にヒ、ね、ズボラ参戦の脅威ですとか、新しく防衛大臣になりました木原稔氏、反撃能力は必要不可欠と語っているなどの記事が出ておりましたはい届きませんでした。はい、さあ今日も始めましょう